安心するのはまだ早いよ、義龍カズマ。そっちから吹っかけてきた喧嘩だ。いいからさっさとかかってこい。キリュウの兄貴、よくご無事で。村瀬か。いい加減兄貴はよせ。俺が組から足洗ったのはもうとっくの昔だ。水くせえこと言わんでくださいよ。俺も昔は堂島の杯でこの世界に入った身です。それより兄貴、こいつら中国マフィアです。ついさっき兄貴の首を的にかけてるって情報が入りました。ああ、そうらしいな。こいつらは俺の名前を知っていた。今、うちの春日たちを応援に呼んでます。とにかくこの辺りはやべえ。すぐ離れましょう。お前ら、ご無事でしたか。よかった。おう、中国人のこと何か分かったか。連中を動かしてるのはチャンって野郎です。最近大陸からこの町に入り込んできました。向こうの組織じゃかなり上の幹部です。なんでそんな奴が俺を狙う。いえ、それはまだ。とにかくこの辺りはチャンの手下が走り回ってます。行きましょう。ん？春日はどうした？あいつは事務所に置いてきたのか。あれ、さっきまで一緒にいたんですけど。四代目、連中、チャンの手下です。キリュウの兄貴、後ろからも。
逃げ場を塞がれたか。ここで俺らをやる気らしい。だとすりゃ人数が少なすぎますね。俺らを舐めてますよ。同感です。ああ、だが油断するなよ。ずまだ来るかもしれません。早いとこ連れ帰りましょう。全員無事か。ええ、なんとか。いやだ、ヨセ、頼む、助けて、勘弁してくれ。なんだこの声、どっから。この声、カスガのやつだ。チケゾ、どこなんだ。アンキ、どっから聞こえるか分かりますか。どっから聞こえてるんだ。頼む、やめてくれ。兄貴、あそこだ。ここです。カスガ、助けて。そこを動くな、こいつが死ぬぞ。頼む、勘弁してくれ。お前が桐生カズマだな。一人で上がってこい。他の雑魚に用はないんでね。村瀬、あとは俺に任せろ。奴らの狙いは俺だけだ。いや、しかし兄貴。今からそっちに行く。俺一人でだ。早くあげろ。今のあいつがチャンか。いえ、違います。ただチャンの手下で腕の立つ傷の男ってのがいるって聞いてます。多分今のやつでしょう。そうか。兄貴、本当にお一人で。ああ、俺が名指しで売られた喧嘩だ。ちゃんとやろうと蹴りをつけに行く。エレベーターは調整中か。いらっしゃいませ、いらっしゃいませ、どうぞいらっしゃいませ。ありがとうございます。そうそう、立ちっぱなしのおじさん、立ち合って立ち合って。体験してみて一番のアップル、一度はハマるが禁断症状、食べてハマって男と女。
悪いがちょっと通らせてくれ。はい、かしこまりました。失礼いたします。いや、それが今上司から指示がありまして。死体にしてお引き取り願えとのことです。なるほど。お前らの上司ってのはちゃんのことか。あんたとのんびり口利く気はねえよ。こっちはもうとっくに残業時間なんでね。4代目。お前春日か。 あいつら俺のこともう用済みだって言いやがって。すまねえな、巻き込んじまった。立てるか。ええ多分。ならここを出て医者に診てもらえ。すいません。4代目。あのん、これ連中に監禁されてる時床に落ちてたんです。何かのお役に立つんじゃないかと思って。分かった。とにかくお前は村瀬のところに戻ってろ。待ってたよ桐生一馬。本当に一人で来るとは。噂通り大した度胸だ。お前のボスはどこだ。俺を狙ってるのはチャンなんだろう。その通り。チャンさんはお前のことを高く買っている。この町を牛耳ってきたヤクザ、東条会の伝説的な4代目元会長。通り名は堂島の竜だったかな。今の東条会6代目もお前には心酔しているという。俺たちの狙いはその6代目を我々との抗争に引きずり出すことだ。そのためにはお前の死体をこの町に吊るすのが手っ取り早い。どんな組織が相手だろうが真っ先に頭を潰す。それがうちのボスのいつもの手だ。雑魚じゃ話にならねえ。チャンを出せ。ボスと話したいのならその資格があるか確かめさせてもらおうか。你们别忘记，等会儿老大要看他的尸体。别杀得太难看。Hold on.
ちゃんの居場所を教えろ。遊びは終わりだ。落ち着きなよ。こっちは久々に遊べそうなおもちゃと会えたんだ。もう少し楽しませてくれや。お前じゃ話にならねえと言ったはずだ。さっさとチャンを出せ。釣れないね。そんじゃま、鬼ごっこと行こうか。ついてこられる。止まれ。ちゃんはどこにいる？誰がお前なんかに。クソ。村瀬か、どうした？いえ、兄貴こそご無事で。大丈夫だ。そうですか。今春日がそばにいます。こいつが言うには、何でもチャンの野郎を探す手がかりがあるそうで。なんだそれは。チャンが言い寄ってる女です。名前はシュエメイ。シュエメイ。さっきアンチが入ってたビルの2階に風俗店があったんですが、覚えてますか？アップルパイって。シュエメイはそこで働いてた女の一人です。その女ならチャンの居場所を知ってるはずだと。店は今アンチがビルに乗り込んでった後、一旦閉めたみたいです。女たちはビルの外で待たされてるようで。ならシュエメイもまだその辺にいるってことだな。ええ、店の制服着たままなんで、見りゃすぐ分かると思います。分かった。春日にも礼を言っといてくれ。へい。ん？あれは困ったな。どうしたんだ、何かあったのか？はい。もしかしてこの町に詳しかったりします？まあそれなりにはな。よかった。あのお願いがあるんですけど、お店をいくつか教えてもらいたいんです。店？はい、私個人で商品の取引をやっているものなんですが、取引先の店の場所が分からなくて困ってるんです。で、お前の探してるのはなんて店だ？はい、3軒ほどありまして、カスタネット村と居酒屋竹蔵、そして鶏肉ロワイヤルです。
カスタネット村と居酒屋竹蔵、そして鶏肉ロワイヤルか。全然知らん。もしかしてわからないですかね。じゃあもし先ほどのお店を思い出されましたら、私に連絡をいただいてもよろしいでしょうか。これが私の携帯番号です。わかった、思い出したら連絡してやるよ。ありがとうございます。よろしくお願いします。私も探しに向かいますので、それではまた。ちょっといいか、あんた、アップルパイのシュエメイを知ってるな。何、あなた。シュエメイと話がしたい。どこにいるか知らねえか。しばらく待ってれば後でアップルパイに戻るはずだけど、今は食事に行ってると思う。多分ハンバーガー屋さん、スマイルバーガーっていう。スマイルバーガーか。でもあの子に近づくと怖い人そばについてるよ。ん？シュエメイ、ちゃんさんのお気に入りだから。彼女は嫌がってるみたいだけど。なるほどね。あんたがシュエメイだな。え、そうですけど。少し話がしたいんだが。その前にこいつらをおとなしくさせなきゃならねえみたいだな。キリュってもんだ。私を通せる気？あなた日本のヤクザでしょ。私関係ないよ。あんたをどうこうしようってんじゃない。ちゃんの居所を知りたいだけだ。教えてくれ、ちゃんはどこにいる？ちゃんさんなら今喫茶アルプスにいると思う。喫茶アルプス？私が喋ったと言わないで。バレたら私ちゃんに殺されるよ。ああ、分かってる。安心しろ。ちゃんはもうすぐこの町から消えることになる。ちゃんは喫茶アルプスだ。そろそろケリをつけてやる。お前がちゃんだな。やっ
とお会いできましたな、キリュウさん。俺がここに来ると分かってたのか。まあね。だが思ったよりずっと早くこの私にたどり着いた。私は初めから逃げ隠れする気はない。なら最初からお前が直接俺に会いに来りゃよかった。関係ねえもんまで巻き込む必要はなかったんじゃねえのか。お楽しみを私独り占めでは部下がかわいそうなんでね。中国からはるばる来たんだろ。俺の首が欲しければいつでも来い。何度でも相手になってやる。だがまた他の人間を巻き込むようなら次はねえぞ。住んだのか。うん。でも久しぶりのカムロ町だからまたおじさんに何かあったのかと思って心配してたんだよ。ここは何年経っても変わらねえ。いつものカムロ町だな。さすがだね。もう行くのか。また顔見せに来てよ。